それでは時間になりましたので、イベントを始めさせていただきます。最後までごゆっくりとお楽しみください。では、私こちらの扉を開けさせていただきます。絶対手を出さないでくださいね。さあ、ペンギンたち待ちきれない様子で、今日初めての餌やりです。お腹も空かせていることだと思います。さあ、ペンギンたち来てくれるでしょうか。さあ、早速ペンギンたち競い合うように飼育係から餌をもらっています。さあ、このケープペンギンたちはですね、南アフリカ共和国のケープタウン周辺に住んでいるペンギンたちなんですね。日本と同じような、名古屋と同じような気候ですので、このように屋外で飼育することもできます。さあ、ペンギンたち、群れの生活をする動物たちです。一羽が餌をもらいに行くと、他のペンギンたちも釣られるように一緒に行きまして、逆に一羽がですね、驚いて部屋の中に入ってしまうと、みんなでこぞって部屋の中に入っていくという、ちょっと面白い光景が広がるんですね。今、飼育係が挙げている餌はアジです。マアジを挙げています。そして飼育係が餌をあげるたびに、あ、一羽落ちましたね。大丈夫でしょうか。あ、食べました、落ちたやつ。はい、シーローとか青とか湯を言いながら餌をあげていますね。これ一体何を言っているのかというと、ペンギンたちの翼の根元についているブレスレットみたいなバンドの色を呼び上げているんです。一羽一羽ペンギンたちは、見た目だけで見分けるのはちょっと難しい生き物なんですね。なのでこのようにバンドの色でペンギンたちを呼び合っているわけです。そしてどのペンギンがどれぐらい餌の魚を食べたかというのを、もう一人の飼育係がチェックしながら餌やりを行っています。食べ過ぎ、食べなさすぎというのを防ぐためです。さあ、このアジを食べていると言いましたが、野生ではカタクチイワシなどの魚ですとか、あとはイカやタコを食べていることが知られています。1日に体重の 10% ほど食べると言われています。このペンギンたち、今、約3キロほどですので、体重がですね、餌の魚は 300g ぐらい食べてますね。18匹のアジを揚げていることになります。さあ、ペンギンたちですね、次々と餌の魚をもらっていますね。これ、わざわざですね、もっと何かで驚きましたね。大丈夫でしょうか。多分1羽のペンギンがスロープで滑った音を気にして、みんな帰っていったんじゃないかと思いましたけど、はい、こう怯えながらもちょっとずつ餌をもらうのには理由があるんですね。お客様に近くで見ていただきたいというのももちろんあるんですが、今度の春ぐらいにはですね、このもっともっと驚きましたね。春には広場の中央にある、あの芝生のですね、広場まで自分たちでお散歩していってもらって、お客様により間近で見ていただきたい、そういう狙いがあるんです。そしてペンギンたちの健康管理にとっても、部屋の外で餌をあげるというのは重要な役割があります。ペンギンたち、部屋の中でずっと同じような環境でじっとしていると、足の親の病気になってしまいます。魚の目とかタコみたいなものが大きくなってきてしまうんですね。それを防ぐために、いろいろなところに連れて行って、いろんなデコボコした床を踏ませて、飼育することで、その足の裏の病気を防ぐことができるんです。さあ、こう言っている間にどんどん餌を食べていっていますね。皆さん、餌を食べる向きなんかもご注目ください。ほとんどのペンギンたちは魚を頭の方から飲みます。丸飲みです。これにはですね、いくつか合理的な理由があります。頭の方から飲み込むと、ヒレなどについているトゲが喉に刺さりにくいとか、あとは
泳いでいる魚を食べるとき、捕まえるときなんかは急所にある頭から先に押さえると、食べやすくなるとかいろいろ言われているんですね。さあ、そしてペンギンたち一羽一羽実は個性みたいなものがあるんです。餌の食べ方にしてもそのまま餌をスルッと飲み込むペンギンもいれば、1回2回ぐちゃぐちゃと、魚をですねくちばしで潰してから食べるペンギン、あとは一度床に魚を自分で置いてから拾い上げて食べるペンギンなど様々ですね。そして外に出る出方もですねちょっと個性が見えてくるんです。真っ先に何も気にせず出てくるペンギンもいれば、ちょっと怯えながら出てくるペンギン、あとはスロープの上の方で待ち構えて他のペンギンが加えてきた魚を横取りするペンギンなど実に様々なんですね。さあ、そう言っている間にですね、ペンギンたち順調にお腹が満たされていったところでイベントの時間がありますので、続いては左手のゴマフアザラシのプールでトレーニングを行いたいと思います。ペンギンの餌やりももう少し続けていきますので、ご覧になられたい方はこのまま引き続きご覧ください。じゃあ、解説は左のゴマフアザラシのプールで行っていきたいと思います。準備ができるまで少しばらくお待ちください。
こちらのお客様の前でもちょっと嵐餌を横取りしようとしてますね。いきますよ。毛が見えますか？このようにぎっしりと毛が生えているので寒さから身を守ることができるんです。水中では体の中にたくさん蓄えている脂肪が役に立っていると言われています。さあ、どれぐらい脂肪がついているのかちょっと皆さんにですね、嵐に教えてもらいましょう。嵐行くよ。はい、そうで、行きますよ。さあ、ベンチスト前足でお腹を叩いてすごい暮らしていますね。さあ、たくさん脂肪がついているのでこんな音がします。このたっぷりついた脂肪で寒さから身を守っているんですね。ゴマの嵐たちは北海道よりも北の寒い雪で暮らしています。なのでこの毛皮や脂肪はその防寒に役立っているわけですね。さあ、じゃあせっかくなんで次はですね、ちょっと口元をご紹介したいと思います。まずはあの子ドリンクしてくれたので口の中をご覧ください。見えますか？前の方はですね、鋭い犬歯が生えています。そして奥の方では三角形のギザギザの小さい歯が生えているんですね。餌は基本的には丸飲みなんですけど、この歯は大きな獲物を食べるとき、そして捕まえるときに使っていると言われています。さあ、そしてこの口元の白いヒゲにもご注目ください。このヒゲはセンサーのような役割をしています。獲物の魚が泳ぐときに出す振動を感知したり、あとは岩の隙間などに隠れるときにこのヒゲをわざとちょんと当てて、ここ安全かどうか安全確認をします。さあ、こんなヒゲの秘密も知っていただきました。さあ、続いてはですね、ゴマフアザラシたちのトレーニングの種目をちょっと紹介していきたいと思います。それではヤマハもドリンクしてくれるところで一緒にやっていきたいと思います。まずはトレーナーが頭に手をかかすと、困ったな。さあ、怖い足、困ってくれました。そして反対の手でやっても困ったな。さあ、しっかりとトレーナーのサインを見て種目に移ってくれます。そしてですね、トレーナーがアザラシたちの前で手を広げると飛行機のポーズ。さあ、どんどん頑張ってくれています。さあ、名古屋らしくですね、ちょっとシャチホコっぽいと私は個人的に思っています。そして嵐、ご覧ください。飛行機からのお祈りのポーズ。飛行機からのお祈りというですね、ちょっと可愛らしい種目も持っているんですね。実はこういう風な種目を行うと、しっかりと前足がちゃんと正常に動くかどうかの確認にもなるんですね。さあ、飛行機からのお祈り。はい、こういう可愛い種目も見ていただきました。さあ、それではですね、今日は終わりも近づいてきていますので、なのかとですね、嵐に最後可愛らしい締めポーズを、撮ってもらって終わりたいと思います。いきますよ、皆さん、シャッターチャンスです。せーの、どうぞ。はい、チュン。野生のゴマフアザラシもこのようにして相手を確認し合うと言われているんですね。ミスしているようで可愛らしいですね。さあ、これでゴマフアザラシのトレーニングを終了して、ゴマちゃん天気のフィーリングタイムを終了したいと思います。最後にゴマフアザラシたちからお別れのご挨拶です。最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。この後もゆっくりと名古屋港水族館でお楽しみください。 Yeah.